このラジオはポッドキャストでアップロードしているものを YouTube の方に転用したものになります。パーソナリティがにわか知識で語っているため、役者さんの名前や設定を間違ったまま語っていることも多々ありますが、広い心で許していただけると幸いです。それではどうぞ。はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。波助団電磁気学部アニメワクワク研究室ポッドキャスト第181回のその2になります。イエイ。はい、ということでパーソナリティの電磁気学です。このラジオはですね、二次元の面白さを語り合い知っていこうテーマに、パーソナリティがそれぞれの視点で見たアニメの感想を語り合い、新たな視点を持ってもっとアニメを楽しく見ていこうというラジオ番組になっております。はい、ということでね、181回のその2ということで、181回のね、週の2本目になりますけれども、行ってまいりました。虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会の、ファーストライブ with you の2日目の方に行ってまいりました。武蔵野の森総合スポーツプラザのメインアリーナに行ってきました。まあね、私と天台さんとで行ってきたんですけれども、天台さんもね、さっき二人で飯食って解散しましたけれど、まあ飲み屋の方でね、肉じゅうじゅう焼きながら、感想を語り合ったのを収録したので、それをね、この後に聞いていただこうと思います。ちゃんと撮れてるかな結構長いのでね、だらだらとね、そうやったんやとか、せやせやとかいう感じで聞いていただければなと思います。まあその前にね、簡単に私の、感想の方を、述べさせていただこうかなと思うと、そうですね、行った時には物販何もなかったのは残念でしたねもうポスター B2 のポスターだけだったのが残ってるの、ポスターなーと思ってやって、ごめんなさい、何も今日は、チケ代以外はお金を出さなかったですね。うん。でまあライブの内容はね、素晴らしかったですね。良かった、すごく良かった。3月のね、なんだっけ、お披露目みたいな、会の方にも行ったんですけれども、その時はね、まだまだ荒削り、ミューズ再臨かぐらいの荒削り感で、なんていうのかな、これからだ、始まるみたいな感じがすごくしたんですけど、この半年、ちょっと9ヶ月で、かなり磨いてきたかなっていう感じがすごく見受けられましたね。いやー、すげーなーっていう感じでしたね。本当にすげーなーが一番でしたね。まあ我々のね、反省すべきところは、こうノリノリでこう全力系スクールアイドルの楠木智美ちゃんがこうね、決め台詞、ゲームで出てくるセリフを言ってね、決め決めで言ってくれたんですけど、ゲームのセリフだからわかるよねみたいな感じで振られると、俺らなんかゲームのセリフを返さなきゃいけないのかと一瞬ためらってしまって、反応が遅れて、ちょっとトモリルが一人空回りしたみたいにさせてしまったのが、もう我々観客としてはごめんなさいって、これ一瞬こうみんななんか変な真面目なのが働いちゃって、どう返すのは正解だっけっていうのを一瞬みんな頭の中で検索しちゃったんですよね。イエーイでよかったんだよ。イエーイ。いや、あれだけはね、ほんと反省しないといけないです。楽曲の方はそうですね、もうね、今回私たちはね、結構いい席だったんですよ。アリーナ席の一番ブロックこう分かれてるじゃないですか。9か、ぐらいかな、分かれて一番前のブロック、9じゃないな、44だったかな。で、一番前のブロックのところで、まあ、ステージに向かって一番右端のブロックの中のも右端だったんですけども、それでも全然、前から6列目とかだったんです。すごいステージがよく見えて。ずっとね、センターにいても、演者さんたちの、表情とかね、仕草とか全部見えるぐらい、すごく、すごくいい席だったので、本当良かったです。いやーねえ、よかった。何言おうとしたっけ。そうですね、でゴンドラもね、すごい近くまで通ってきてくれるし、いやーなんかね、年の最後にいいの見たなっていう感じでしたね。そうですね、全体的に言うと、やっぱり、なんだっけ、何ライナーだっけ何ライナーだっけ、あー出てこない。なんとかライナーに、せつなちゃんが決まったじゃないですか。もう扱い方が全然違ってすごい特別感でしたよ。ああ、こんな特別に扱われるんだ。ヘッドライナーか、ヘッドライナーになるとね。で、まあ全員ソロで、最初みんなで歌って、で、
一人ずつ歌ってっていう感じなんですけど、そのソロの最後がせつなちゃんで、でもせつなのヘッドライナー始まると、みんなね、前の曲が終わったらすぐパッて出てきたのに、せつなの時だけバーバーバーってこう、BGM がかかって映像がバーって流れて、で、前の、ステージ前のところに炎がブーって上がって出てくるっていうね、すごいかっこいい演出とともに歌われてました。そうですね、今回そうですね、特徴的に言うと、そうですね、せつなと、あゆむちゃんは、まあ中の人がね、かなり多分感極まってたんでしょうね。かなり感極まってて、ところどころなんかあの涙声に声が震えてるところがあったのがあの印象的でしたね。うん。まあそれがね、ステージに立つ人間としていいのかどうかはまた別の話ですけれども。なんか、すごい、この二人ってやっぱすごくすごく出てきた時の感受性がすごい高く震わせる人たちなんだなっていうのが、感想でしたね。それでも、トモリュだったらね、チェイさんのタラータタタタって決めなきゃいけないところはもうね、3月の時と同じように確実に決めてくる。この曲のここを外してはいけないっていうポイントは必ず、気合い入れて歌い込んでいたのは見事でしたね。で、大西あぐりちゃんはそうですね、なんかね、3月見た時はなんかね、もうすごい線の細い子でガリガリだなみたいな、なんか、病気されてたんでしたっけ、なんかそれで出てきたみたいな話もあったので、あの子すごいガリガリやけどご飯食べてるみたいですけど、あの結構肉付きが良くなったって失礼だな、あのそのガリガリの印象はなかったかな、なんかね、なんかすごくそんな印象があったんですよ、私の見え方とかね、ライトの当たり具合がそうだっただけなのかもしれないですけど、今回はね、なんかすごくしっかり前を見てて言うと、なんかそう失礼ですね、なんかすごくなんか印象が違った安定感があった印象でしたね。それでもやっぱりなんかすごくすごく涙声に一瞬なるところとかもありましたね。そうですね、やっぱり安定してるのはやっぱりカスミン、カスミンすげえなやっぱりみたいな、相良さんは相良さんでよかったっけが、もうすごい見事だなって、やっぱりこうテンションを、やっぱり最初あゆむちゃんが来て次確かカスミンなんですよ。で、あゆみちゃんはやっぱりこうセンターのラブライブの虹ヶ崎っていうすごい顔で出てきて、なんかああ始まったなーってのがあって、次にカスミンがバーンって出てくるんですね。いやーカスミンすげえわーみたいな。で次に出てきたのがあれだよ、しずこ、しずこ、しずこでよかったけど、キャラの覚え方が雑なんですね。前田香織さんがやられてるフルネーム、しずくだ、しずく、大阪しずくがね、私はちょうど私たちがいるあれですよ、ステージに向かって右側の真ん前の端からバーンって出てきて、で赤いエンジかな、ちょっと赤めのコートに、ロングコートに、なんだ、傘を持って、で茶色のブーツかな履いて、でオードリーを歌って出てくるんですよね。で映像もその昔のオードリーの映画のような感じでザーって白黒の映像になって、で私の中でオードリーってなんかすごくしずくちゃんがオードリーに憧れて思いながらなんかしみじみと歌ってる印象だったんですけども、なんかねすごく攻撃的な印象だったんですね。あれなんか私の思っていた曲の解釈とすごく違ってびっくりしましたね。ああこういう曲だったんだっていう感じ、すごくすごく攻撃的で、ああ大阪しずくってこういうキャラなんだみたいな、すごくすごく演技に対して尖っているなっていうのを感じでしたね。で、でその3人でね、まあわちゃわちゃやって MC やって、あゆむなんかね、あゆむちゃんが若干こうブラックなところを見せることを普通にやるのがやめろやめろみたいな感じでしたけど面白かったからいいんですけどね、でしたね。で次が次がどの順だったかな、ごめんなさい。確かね、エヴァ・ヴェルデちゃんがやって、で、まあ、いつも、ね、クラッピングで、私クラッピングのね、曲すごい好きなんですよね。で、天童ジュニアちゃん。で、近衛かなたちゃんだったかなの流れでしたね。ここだと、個人的にやばいね、田中千恵美さんのね、パフォーマンス抜群にすごかったんですよ。マジかみたいなぐらいの、完璧に天童ジュニアでやって、やりきって、1曲目歌って、で次にゴンドラでテレパシーだったかなで行くんですけど、ゴンドラもこうテレパシー出すそのステック持ってすごくちゃんとゴンドラの上で演じながらいろんな人に向かってこうやるべきアクションと
全部決まってるのをやって、で、なんですかね、外側、ゴンドラ通って、こう、外側、内側のお客さんにすごく均等に、パフォーマンスされて、すごい、この子すごいなっていう感じだったんですよね。そう、あれ、順番大丈夫だね。順番間違えたら、後で修正してください。後で教えてください。すごかったですね。もうなんか私の中で田中千恵美さんのパフォーマンスはすごい抜群だったんですよね。で、最後のね、挨拶の時には今日は大事な友達と家族は見に来てたんですけれども、かなり自分のパフォーマンスでこう至らない部分もあって、すごく悔しいですとか言って、あれでみたいなね。ほんとすごかった。で、このかなたちゃんのね、木戸あかりちゃんもすごい安定したし、かなもさすがだなっていう感じでしたね。でね、こう、段になってね、2段目、2階のステージのところからちょっとね、足を出してこう、腰掛けて、で、なんか、スモックが垂れて、雲の上でふわふわした感じで歌ってるっていうフェアリーテイルを歌ってるんですけどね、若干こう、足が出るとこう、若干ちょっとエロいなと思いながら、ごめんなさい。セクシーだなと思ったりしましたね。で、この順だったはず、333だったから、合ってるよね、多分。間違えた？いや、合ってないな。ああ、違うわ、間違えた。そうだ、ごめんなさい。エマベルデちゃん、その後だわ。宮下愛ちゃん、天童ジリナちゃん、この絵、かなたちゃんか。で、宮下愛ちゃんね、村上夏実さんがめっちゃゴーイーンと。で、すごく元気いっぱいで、よかったですね、やっぱ。ああ、やっぱいいな、ダジャレ大丈夫、好き、みたいな。ゴンドラで来てくれてね、わーはーはーみたいな感じで。必死こいて池の声みたいに手を振りましたけど。で、3組目が、エマベルデちゃん、で、浅香かりん先輩で、さっき言った結城せつな鳥なんですよね。だからエマベルデちゃんとこうね、ほわっとした曲やって、2曲目は、曲名で忘れたがやった時にね、子供たちがわーって出てきて、おー、子役使うのみたいな感じでしたけど。で、その後急にね、かりん先輩が歌うんですよね。でさ、カリン先輩の歌うときに、これあんま言っちゃよくないかもしれないけどさ、イエトラ野郎がいてさ、振って感想入るところに、うわーとか叫ぶやつがいて、マジあれ、反省しろ？で、だってさ、カリン先輩のあの曲、2曲目、もう曲名がすぐ出てこなくてね、ほんと、年食ったなと思うわ。ちょっと今、チェック中。ちょっと待って。ウィッシュだ。私のね、言葉を聞いてって歌うんですよ。で、すごく久保田美優さんが自分自身の思いも込めて歌ってるっていう曲にイエトラ入れるんですよ。お前聞けよ、セリフを、言葉を、みたいなね。ごめんなさいね、めんどくさいオタクでね、マナー中みたいになっちゃいましたけど、でもあれはね、ちょっと、あれだけが許せなかったかな、お客さん内で。他は全然ね、いいお客さんばっかりでしたよ。あれだけね、変なのがいたのが、残念でしたね。まあまあ、あんだけ人数いたら変なのも一人はいるわな、っていう感じでしたけど。カリン先輩素晴らしかった、本当に。ね、本人も言ってましたけど、子供たちがわちゃわちゃした後に夜の女が出てくるってどうなのみたいな感じでしたけど、でも素晴らしかったですね。で、まあその素晴らしさ続きへ、最後に、しっとりしたところで、刹那。結城せつなが締めるという演出でした。で、まあ、それやって、で、なんだ、確か、ちょっと待って、もう完全に瀬戸り忘れ始めてましたけど、で確かそれで、その後、Love You, My Friends かな、やって終わって、はけて、で、アニメーション、まあ、ゲームのね、スクスタのアニメーションみたいなの始まって、で、なんだろう、まあ、他にもいっぱいあったんですけど、まあ、アンコールが入って、で、アンコールで呼んでくれてますよって。じゃあ私が行きます。私が行くみたいな感じになって、おお、どうなんのと思ったら、皆さん誰が出てほしいか、ペンライトを一本、色を変えて、推しの色にして振ってくださいとか言って、わーって振って、集計中、本当に集計しようかいとか思いながら。でもね、綺麗にね、ディスプレイにね、映った限りではすごく綺麗に分かれてました。誰に偏ってるってこともないぐらい、綺麗に分かれてましたね。おおと思いました。でね、結果的にはね、バーンって出てきたのはカスミンで。で、カスミンの、なんだっけ、歌を歌って、確かね、ワンダーランドじゃない方。もう全然ダメですね、ごめんなさい。を歌って。で、その後、じゃあ、あと次はみんなも歌いますって、また、
ときめきランナーズだったかな、を確かときめきランナーズでみんながバーンってゴンドラに乗って出てくるっていうので、いやもうゴンドラがちゃんとあの全員一度はゴンドラに乗ってみんなの前にお披露目で来るっていう形だったんですよ。もう必死こいてわーって振る。だから私はもうね、あのトモリルとは目が合ってるから合ってたかなイーハロー、こういう時はイーハロー、トモリルとも前田香織さんともみんなと、カスミンともカスカス相良真由さんともみんなと目が合って手を振った。よし、はい、なんか長々と喋ってしまいましたけど、すいません。で、まあね、そうだ、最初にこれを言うべきでしたね。虹ヶ崎学園のね、アニメ化決定おめでとうございます。素晴らしい。で、新しいね、キャラデザになんか、ああだこうだ言ってる人もいますけど、まあ、私もね、20代、10代だったら言ったかもしれない。でもね、いいと思う。新しいキャラデザの、かなたちゃん、かわいい。ライブが始まる前にずっと今までの歴史とかね、映像が流れてたんですよ。ラブライブの今までの歴史みたいな感じで。で、10年前に約10年前に、9周年が9年前か。まあ、約10年前に始まったと。その時の最初のイラストこれ。で、次にこれ、これ、これって出てくるんですよ。ならやっぱりそれも、徐々にキャラデザって変わってるんですよね。だからこそ、あの映像を我々は見てるんだから、次、虹ヶ崎が始まる時も、今までの室田さんでしたっけ、メインでやられてたキャラデザ。まあまあ、外れるのは確かに悲しいけれど、また新たなスタートとするのには、いいのではないかなと思います。あれが全ての決定校で、あそこからまた、どんどんブラッシュアップしていく。ね。それが、ラブライブ。進んでいくのがラブライブじゃないかなと思っています。はい。なんか一人で一本分バンバン喋っちゃって本当申し訳ません。この後、私と天台さんが、焼肉を焼き食いながら感想を述べているのが始まります。今日は長いです。この回は長いです。覚悟して、まあ、止めてね、途中でまた聞き直してもいいので、聞いていただければなと思います。それでは、どうぞ。まあお疲れ様でした。お疲れ様でした。まあサクッと取って適当に取って、あと使えるところだけ使います。はい。すいません。いいライブでした。うん。稲田すすみの焼肉屋でジュージューしながらいただきます。はい。お茶混ぜホルモン。はい。はい。こっち置きます。こっち置きます。あうめ。はいはい。今日いいライブでしたね。いいライブでした。素晴らしい。虹ちゃんがだいぶ3月からパワーアップしました、ね。うん。そうです。私天台は本当に今回初めてなんですけども、初めてでもいいライブだったなと、うん。いやもうだいぶクオリティ上がってましたよ。うん。結構ねみんな難曲、難しい曲を、難しいやってましたよね。難しいと思います、あれは。いやギアだ。そうなんですね。いやね、やっぱカスミンとかやっぱすごいですね。カスミン光ってたね。そう、やっぱカスミンの曲はやっぱりこうバンバンイケイケドンドンの曲なんで。だからカスミンとリナちゃんボードは3月の時も1番2番だったんですよ。やっぱりノリノリの曲なんです。一気に上げるために。温めるためな、うん。だからやっぱりあの2人は上手いんだなっていう感じでしたね。シルシルバイラス。はい、ありがとう。あ、ほんまに大ライスや。おお、すごい。ありがとうございます。山盛り。いや、もう、私今回一番は、リナちゃんボードやな。あ、リナちゃん、そう、リナちゃんボードの出来のクオリティ素晴らしかったですね。ありがとうございます。いやー、聴いててやっぱ楽しいしさ。そう。で、なんかゴンドラの立ち振る舞いも完璧でしたね。すげえこの子と思いながら。そう、今までこの子の名前が出てこなかったのは何だったんだと。そう、ありがとう。映像配信でみんなから田中って言われてます。あ、そうなの？そうです。いやということで、いや、あとはもうあれですね、ヘッドライナーという職種があるって私生まれて初めて知りました。結城せつなちゃん、トモリル。いや、特別扱い感は凄まじかったっすね。ね、すごかったね、あれね。確かにあそこまでこういった扱いされると、人の辛いなと思うわと思いながら、ね、オープニング映像も特別入ってて、で、一人だけ炎バンバン上がって、よかったなあれはすげえわ、
いや、やっぱうまかったよ。そもそもうまいし。ね。もともとなんか歌手がいたくて声優入ってますから。なるほど、なるほど。確か。そうか。だからともに言うと、ラブコンはなんかもう完全に感極まってて、ゆっくり歌わなきゃいけないところは完全になんか涙声になってましたけど、詰まりすぎて。でもやっぱあの曲のテニスの走り出したのとこのパッていう音がちゃんと当てれてるのが見事です、ね。だ今回ヘッドライナー選ばれたのは多分そこなんですよ。そこは3月素晴らしかったんですよ。なるほど。わかる。うまい。CD やばいと思ったし、はいはいはい、改めて、あれ歌うんやあれって。うまい。ちゃんと歌えるんですよ。で、タスミとリナちゃんはとあとはかなあのカリン先輩はだいぶ安定してました。だいぶ安定してる、まあ、あれだけは天台さん分からないかもしれませんけど、タスミはだいぶ人気高いと思います。だよね。いや全然俺タスミ人気であんな高いって知らなかったわ。あのスクストのストーリーが良かったです。最初の一番最初の。なるほどね。決まるわ。ほぼヒロインだったんだよ。主人公がアグリあのアグポンのアイムちゃんとアクアとミルスを見てスクールアイドルに憧れるんですよ、うん、でうちの同好会があったからって言ったら、うん、同好会が潰れそうなんですって、はいはいはい、で残ってるその同好会に残ってるのがあのカスミンだけだったんですよ。で必死にカスミンがあのみんなを連れ戻すんですとかってやるのがもうほぼヒロインですね。これそのまま行きました。うん。っていうかだってあんな合法とかで書かれたら何もなくなって言ってる意味やろって。そうですね、うん、だって書きでも生で来んのになんで。まあだからあのアグポンとカスカスがあの一生懸命あの私の先輩ですとかいう言い合いが難しいんですよ。なるほど。最初に伝わんな言い合いがあるんですよ。そうか。やっぱりあれやな、じゃあ先輩女説がいいな。先輩女説完全にもうヤンデレ系スクールアイドルですね。うまい。まあ、ということでね、内容的には予想通りで素晴らしかったですね、うん、9人曲を最初と最後に持ってきて、うん、その曲を順番に回してます。何よりも席が良かったですね。あ、そう、それはちゃんと言っとかないと。今回の席はあれやもんな、ブロックでは一番前よね、うん、だから本当にあの右端は右端やけどステージから6列でやもんな、うん、全然見えました。だセンターまできっちり見えるんだよ。うん、全然ちゃんと足元まで全部見えましたもん。キャベツが山盛りでやばい。いやだから本当なんかもうね全然表情まで見えて、ゴンドラも近かったしね。そう、ゴンドラ最高。あれぐらい離れてるのが見やすいですね。うん。あれは絶対俺を見て手を振ってくれない違いないと思わせるだけの距離があった。お下がりもなく。そうなの。最後一番正面からゴンドラ出てたんでびっくりしました、ね。あ、そう、あれはちょっと俺も驚いた。おーってみんな言って。早い。焼けんの早い。焼けんのすごい早い。これすごいよ、あれは。いや、まあみんな可愛い。可愛いよね。うん、もう見てて、もう幸せな気持ちになるわ。うん、これも。みなちゃんボールの裸がちょっと汗かいてるのが綺麗だった。ね、可愛かった。本当ね。一生懸命歌ってるんだもう。うん、そう。ね、最後なんか大切なね家族と友達が来てるから必死に頑張ったんで。泣いてたもんなあれ。でも自分では納得しなかった。あれでだよ。一番クオリティ高かったよみたいな。でね、まさかのアンコール誰歌うか選ばせるですね。あれこう行けます。うんうん。いや、あれには驚いた。そんな、そんな酷なことするかみたいな。まあ、でもあれで選定中ってどういうプロセスを決めたか公開されてへんからな。そうですね。
若干決まってたんじゃないかなと。だいぶ、はい、だいぶマップだとに分かれてましたもんね、うん、全然偏りなかったですもんね。虹ちゃんもいいコンテンツでした。どうかな、あのラブライブらしからぬかなりあの個人の意見が多かったですね、感想は、うん、やっぱりこれ声優さんも苦労してるんですね。いろんな意見がぶっ飛んでくるんでしょうね。そうやろな、あの総選挙とかさ、あれ かわいそうだな。ヘッドライナーも選挙で選んだの。そうそうそう、それもあるネット投票ですよ。あのアクアちゃん の、 あのセンター総選挙みたいな感じで、あれを毎月やってるんですよ。あれそんなそんなせんでもいいのにと思いながら、それやったら上位に出てこれない人たちは、うん、思うよな。それにもな、ここまでせんでも感がちょっとやっぱありますね。私生活がオーディションの連続なのにあの子らみたいな。そうやな、ちょっときついよな。まあ、まあ、これでねちょっと流れが変わるといいんですよ。そう本当にそう思う。まあ、確かにソロでやっていくっていうのは確かにあのゲームのストーリー上彼女たちが選択したのでそれを、ね、尊重するという気持ちは分かるんですけど、アニメにするってことでどうなるかな。そうだね、まあね、あの近くの人がねキャラクターが JC スタッフっぽいのは笑いましたけど。あ、そういうことがあるよ、みんな言ってるの。そういう意味が、我々的にはね、マックラユージがそうラブライブを作るのは大歓迎ですけど、うん、確かにあのドル箱を、ね、手放さないと思うんですけどね、うん、サンライズ、まあ、フェイトみたいにやるかもしれないですけどね、いろんなところが作るみたいな。いやいやいや、それでももうみんなあれやんか、最初はなんかスタジオ D とかいうか、初代の あ、そうですね、あれが作ったけど、うん、それ以降は全部あの UFO テーブルだったんですよ。あ、そうですね、うん、フェイテックストラとかアフサが作ってるやつ。あ、そういうことか。でもキャラデザが変わるのもいいですよね。いいと思うよ。我々もね、このラブライブ、この9年の奇跡、もう10年ですけど、10年の奇跡みたいな、ずっと映像見てると変わってますもんね、キャラデザ。そう、あの電撃ジーズマガジンの最初の映像、あのアニメが決まってからね、明らかにちゃうからな。そうそう、だからまあ変わっていくのが、ね、世の常なのかもなっていう感じはしますよ。そうそうそう、まあ、室田さんが天才なのは分かりますけど、まあ、次のね、室田を育てないといけないですよ。そうそう、ということで私的にはもう今日はアニメ化バンダイですよね。今まで の、 あのミューズアクアにとらわれない、うん、自由な新たなラブライブ、うん、新しいスクールアイドル像を見せてほしい。そうそうそう、我々はもうね、あのセイントスノーで反省しました。そう、とにかく目の前に来るものをけなしたら、なんだそうなんだよ、なんだ生まれるものは何もないないと反省しましたね。最大限の期待を持ってやらエールを送るとはこれでいきたい。いやでもスワちゃん来てほしかったな。スワちゃん見てほしかったな。もうボロ泣きだったと思うんだけどな、うん、もうスワちゃんはあれはあのああいう話大好きだから、うん。それ個人活動になっちゃってるから、そうね、個人に言われたんでしょうね、対戦大変だなあの子はもと思いながら。まああれやもんな、全部全ての違いは起きなす方向に違えば何もでも起きなせるもんな。言えますからね。そら久保田美恵もトライセールでどんだけ大ステージやってんねん。久保田美恵はトライセールでしたっけ。そうだったと思った。アイリスなんですか。アイリスか。あ、そうかそうかそうか。そら言われるわなと思ってな、うん、いやまあ、じゃあもう演者たちが続々とあの陰口言われそうなことで、陰口ことね、本当にね、あの気にしてるんやなってことがよく分かった。うん、そらまあせやろ。うん、あれもな、キャラ背負ってるからな。そうですね。みんなが。ラブライブブランドの重さがよく分かりましたね。本当にブランドになったんだなって思います。
すごいわ。唐突に出てくる子供たちが子役たちか、子役あ、そうそう、それはちゃんとあれやね、このラジオ聴いてる人たちに言っとかないと。エマ・ベルデちゃんの曲でね、なんか年で急に子役のダンサーが出るって医者が踊り出すセカンドセカンド、手をつなぐ方やったっけど、なんていう名前だか忘れたけど子役が出てきて、そう踊り出すというもう最高やったわ、あれなるほど、子供が出るから時間早いんだみたいなそう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 、今回あれだもんね、あの2時会場、3時会場やもんな、早かったね、うん、思わず疑って、我々もう最初もう1、2時間収録しても大丈夫やろうと思ってたんやけど、ほんまにいや、12時には手のあきまへんで、みたいなマジかびっくりしました、うん、はい、あ、ありがとうございます、あ、はい、よう焼けるすごい、はい、もうちょいだ、虹ちゃんを紹介できてよかったです本当に CD 聞いて歌聞いてるだけではないよ、生身のあれね、中の人たちの声が伝わってきたのがよかった、うん、本当にそんな、なんかもう文句に負けず頑張ってほしいですけど、そう、本当にそう、うん、いやまずアニメがどうなるか、そうですね、うん、もう含めてますます応援や、まあ、兄ちゃんの応援、20年度中にやるんですかね、来年かな、まあ、秋が9月始まるぐらいじゃん、まあ、早くでも、そうですね、年またよくなると思うんですよね、TV 中できてましたしね、9月もやっぱり10月アニメかな、うん、10月ですかね、私はあのキャラクター嫌いじゃないですか、ね、うん、非常に好感を持っています、うん、悪くない、悪くない、うん、悪くない、ラブライブっぽくなくていい、うん、まあ、ライブやるのが大変やったら見とるまあ、ユニット側できればそうだね、動きやすくなるかも、うん、リナちゃんをなんで真ん中に持っていけないかなってのは俺不思議でしょうがなかったんやけど、はいはい、あの歌唱力やったらやっぱあそこになるんやな、そうですね、うまかったよね、うん、一番やっぱ盛り上げてほしいとこに置いてるもんな、うん、あれギャグやとちょっとしんどいわね、うん、トモリルはやっぱ最後やな、確かに、前田香織さんのオードリーが私は思った以上に攻撃的な歌だったんだなと思ってびっくりしました、もうちょっと落ち着いてる憧れてる歌だなと思ったらもっと攻撃的だったわ、なるほどなと、ちょっと曲の解釈が違ってました、私の、あ、そうか、 あんな攻撃的な印象なんだな、あの歌だった、結構踊り好きだからね、うん、そうか、だからね、珍しいぐらい心情を語ってましたね今回は、うん、それはあんなみんな気苦労しながらやってるやん、みんな声優さん病気するわっていう、温かく見守ってやれよ、まあまあそうですね、お互いの筋を尊重してほしいってのはなかなか難しいですね、うん、難しいけどほんま名言やな、名言ですね、あんな若い子に言われるとは、まだ俺も反省しなければいけない、ほんまや、よかったよ、本当よかったよ、あれ
でもまあ、あのいっぱい泣いてるのは3月もそうだったので。それがすごいな。やっぱり初めて出るので怖かったんだけど、よかったって泣いてる間に横がまた泣き出して、ね、タモリが急に後ろ向くんですよ。後ろ向きに横が泣いてるだけ。タモリは他のメンバーはそっとティッシュ取りに行くから、ね、すごいな。あのライブでさ、あの水をさ、前あのステージの前に置いてるのあるけどさ、ティッシュを前に置いてるってなかなかないで。前めちゃめちゃ泣きましたから。ありそうな。それから9ヶ月か、うん、だいぶレベル上がったんじゃん。もちろんステージのレベルが上がってるのもそうです。あれやっぱり2曲目、それぞれ2曲目かなり難しくなってるよね。2曲目はレベル高いですね。1曲目とかも結構きついですけど。じゃあね、すいませんよ、ライブブルーレイまだ見てないけどさ、はあはあ、見よう。見てください。やっぱりこれ見るとやっぱあれは9ヶ月前みんなどんだけ苦労してたかっても見とかないと。あの平場で踊ってるだけなので若干泳ぎ快感ありますけどね。いや踊りも大変やと思うわ。みんなあれぐらいでいいんですよ。爆電とかしなくていいんですよ。そう爆電するな、もう危ないから。危ないですよね、大人から危ないよ。もう見せて腹荒らすよ。もうあの俺あのアニメで爆電した時もドンダーとやったっけ、はい、何考えとねえとこだわ。あかんやろと思って、ほんまにあれはそう思ったわ。まあチカちゃんやったけどさ。危ないですよね。とりあえず円盤が出たら私買ってスワローさんに送りつけるんだよ。メモで見ろって感じ。本当だ。昨日のやつも見たかったな。そうですね。順次には取れなかったですか。なかなかあれよな、自分の役の相手に申し訳ないとかな、うん、前の発言が出てくるってのがなかなか。まあまだラブライブの名前に呼ばれてる感なんでしょうね。あるよねやっぱ。まあ最後ね、あの9人で18人でやりますって言ってましたからね。若いのにいっぱいはと思いながら。そうそう。一つのやっぱりあれね、みんな彼女たち決意が固まったよ。そうですね。腹くくった感じがしましたね。うん、そうそう。アニメ化も決まったから腹をくくって、こうやってこのままでよくやってよくやってよくやってよくやった方がいい。もちろんもちろん。ノーストリングみたいな。いやいや、それは単にあれば色が茶色くなってる。茶色くなってる。で腹くくった感は確かにあったのかもしれないですね。それを決定表明やったのかもしれない。まあ、あえたの観客たちがやっぱり後ろについてると。そうですね。だからあれですね、アクアから入ったファンの人たちは多分ラブライブ専門でみんなやってるのにっていう目で見ちゃうんでしょうね、他のやつは。我々最初からなんかああみたいな感じで見てるから。そう、あ今度こっち側のタイプでやるのやみたいな。ちなみにネタバレ言っていいですか。うん、今回あのラブライブの部活を阻止、最初に来る阻止に来る生徒会長はですね、トモリンです。あ、そうなの。生徒会長なんや。生徒会長。あ、なるほど。わからんでもないわ。やっぱりあれか、アイドル同好会とかには生徒会長は不可欠だよな。入ったらカスミンだけがいて、他先輩が2人いたんですけど、結城せずな先輩とエマベルデ先輩がいたんですけど、もっと人を集めろって生徒会長に言われて頑張るんです、私は絶対負けませんとか言うのが最初のカスミなんです。だからみんながカスミ広いじゃんとか言うて、結城せずながなんかあの家が厳しくてアイドル活動できないけどアイドルがしたい子みたいな感じ。なるほど。それをだからあれやん、だからアニメでも時をほぐしていくんやろな。だから本名と結城せずなが別で動いてるんですよ。結城せずなの時はだから初期配の設定が学校では誰も見たことがないって言ったやつだった。
でみんな男の子じゃないかとか言ったんですけど実は違ったって。もっと読み進めると敵がまた出てくるらしいんですよ。そこまで、はいはい、そこまで正直ゲームをやる時間がないと。そらそうやろ。いやもうちょっとあのトモリムとねあのゲームネタに反応できなくて申し訳なかったけどちょっと時間がねクリアしながら進めてくるというのはなかなか我々厳しい。そう。何よりもこの年度末にやらない年度末じゃないあの年末にやらないでください。結構ねあの手のゲームのストーリー追うのってさ集中力いるでしょ。大変なんだ。鼻歌混じりとか作業しながら見るとかさ、できへんやん。やっても悲しいだけやん。作業見たらさ、いやあのゲーム結構難しいですよ。あ、そうなの。結構難しいですよ。わしみたいにゲームベタには結構スワちゃんはやり込んでますよ。すごいな元気やなだからこそヤツがいないといけなかったんですよ。でも多分あれゲームやってる人もね、一瞬急にトモリルやりだしたから分かんなかったですね、多分。まあ宿題だよって言ってたから、ちょっと反省して弱いわよ。そのだけでも勉強して。まあそんなとこですかね。うん、わかった。ということで、電磁気学と。現代と。とは、スワちゃんいないです。スワちゃん、ありがとうございました。はい。はい、どうもいかがだったでしょうか。こんな感じでね、黙々と食ってるところは切ってますけど、まあ大体こんな感じで我々アニメの感想を語りながら終わった後はね、振り返っております。なんかね、こういうね、打ち上げをしながらの音声が結構楽しいよみたいな感想もいただいたことがあるので、まあね、素直な感想が届けられるのかなと思って今回も収録してアップさせていただいております。いやー、ちょっとね、長いっすね。自分で聞き返しながらも長いなと思いました。そうですね、最後に言い忘れてること、そうですね、私はね、個人的にはすごく今回はカスミンの曲が良かったですね。ポッドキャストの方でね、ポッドキャストの方というか、まあ、前のね、夏ぐらいに上げたやつかな、スクスタの方で、相良さんが、ワンダーランドだったかな、の、曲をね、休符がすごく難しくて、そこをね、乗れるように、みんなが休符を感じていけるようにっていうことで歌い込んだって言われるのがすごく、印象的で、やっぱそれを頭に置いて、念頭に置いて曲を聴くと、この曲って本当素晴らしいんですよね。やっぱそこがね、自分の中でまだ残っていて、カスミンのね、盛り上げ方は、一番だったかなと私は思っております。田中も良かった田中千恵美さんもね良かったと思います。やっぱカスミンとリナちゃんが素晴らしかったかなと思います。私の中で一番はリナちゃんです。さあソロ楽しみですね。はい、ということで、今回は第181回のその2ということで、ラブライブ虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会のファーストライブ with you の、2日目の感想でした。長かったですけどお付き合いいただきありがとうございました。パーソナリティは私電磁気役でした。どうもありがとうございました。